8月30日日曜日のゲリラ豪雨情報をお伝えします。まずは今日いただいたリポート動画をご覧ください。タイムラプスで送ってくださったようなんですが、長野県上田市からの夕方の動画です。かなりもくもくとした雲が湧きやすくなっているようですとコメントも合わせていただきました。生きているかのように雨雲がもくもくしている様子が見られていますね。実際に今日は長野県内でざっと雨が降ったところがありました。では明日の雷雨の発生確率ご覧ください。明日も気温の上昇や湿った空気の影響を受ける西日本や東日本などで活発な雨雲が湧きやすくなる可能性があります。急な雨や雷雨には十分備えてお過ごしください。では実際に天気の変化をこちらで見ていきましょう。天気分布予想です。日差しが届く時間はしっかりとありそうなんですが、午前中のうちから油断は禁物ですね。雨雲が発生し、発達することで雨が激しく降ったり雷雨となったりする可能性が出てきそうです。やはり先ほどのマップにありましたように、西日本、東日本など中心に大気の状態が不安定となり、急な雨や雷雨が心配されるという状況になりそうです。天気の変化に備えてお過ごしください。以上、気象情報でした。